どうも、エルカミのエルウダです。どうも、出られました。そして今日はゲストに来てもらってます。自己紹介お願いします。格付けです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、今年ね、格付けのキングオブコント準決勝に、はい初めて進んで、はい、それまで1回戦は超えたことがなかったんでしたっけ。そうですね。そんなことはあったけれども、2回戦ですね、最高。そうです。1回戦で落ちることが割と多かったけど、急に準決勝に行って、だいぶ注目を。はい集めたということなんですけれども、うん、であのキングオブコントの、まあ、僕の勝手な分析をねしてたんです、はい、ずっとその学付けめちゃくちゃ面白いなんで浮かんないんだろうっていうのを基本的に考えてて、はい、でやっぱそれ本人たちも分かったんだけどやっぱり展開がをあえて作らないっていうこの頑固者のねサラサラヘアのこの頑固者の頑固者じゃないですか彼はね。まあ、はい、稲君もそうかな結構いや頑、まあ、まあ頑固好きな感じが、うん、まあそうかも似てるんだよね二人はね、うん、でやっぱこの展開を固めに作らないのに押し切るっていうのでなんと急に準決勝行ったもんで、うん、もう今まで額付けってね、あの周りに進めるのが恥ずかしい人がやっと声を大にして言うようになったっていうそうそういい年になったんで感じたでしょになるんですねまあまあそうそうあれはだから手のひら返しとも言うんだけど手のひら返しじゃなくてやっと言える状況にお前ら行ってくれたなっていうやつなんだよね。そうですね。決勝見てどうでした。決勝見てなんか悪口を言うふりの違う何どうでした。いや、たまに気になるんで気楽ちょっと僕らのことおかしいんだよそんな目でいやだってなんか普通に面白かったですじゃなんかいや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 めちゃくちゃ面白くて好きなんだけど、はい、やっぱり今の時代ちょっと少ないと思うんだよね。脳展開押し切り萌え押し切り萌えこういう展開しないじゃん二人やっぱ押し切りで萌えとか言わないじゃん。押し切り萌え言いますよ言いますよ僕は言いますよそういうの好き言ってた、はい、どうですやっぱりこのスタイルが認められた嬉しさみたいなありますか。あでもやっぱり準決勝のお客さんには全くと言ってよ響かず、うん、そうだったんだ。あんまりあんまりでしたね。そうですなんかそれ本当に謙遜じゃなくてそうですね、なんかやってて思いましたね、またもう一個壁があるんだ。間違いなくありました、ね、見たんだその壁。そうはね、レベル高いな。レベルも高いですけどその客席がもうでかすぎたっていう感じがちょっと見切れすぎた。出たことないぐらいのサイズだったんで、あなんかもうそもそもなんかそんなとこを想定してた。どとか埼玉スーパーアリーナだっけ。埼玉スーパーアリーナじゃないですか。日経ホールです。日経ホールすごいね。日経なんだ。日経ホールそれはそれすごいけど、まあまあなんかそっか、ね、結構もう他の芸人とも学付けってね、あまあ近い人は言ってくれたりとか騒いでいましたけど、騒いでる応援ね。応援しようとしてる。一応そんな人じゃないです。爆付けワンチャンあるでって書いてあるね。金属バットの人もね。ああ金属バットの人。爆付けのこと抱こうとしてるのかと思った一瞬、ね。優しいワンチャンだよ。そっか。でいや実は、はい、なぜこんなに爆付けのことを僕は考えてるかというと、はい、その二人がラジオトークという毎日やってる、はい、媒体があるんですよ。はい、でそこで、ラジオトークを毎日やっている稀有なコンビがキングオブコント準決勝行ったという機会に、まあ、インタビュー受けたんです、ある媒体の。そのインタビューの方に、うん、どんなコンビですか、僕知り合いだったの、はい、で聞かれた時に、なぜか俺気づいたら長文でめちゃめちゃ分析した文を送ってたんですよ。え、はい、おー、学業分析した文。それが、俺学付けのこと好きすぎて気づいたら3年分ぐらいで書いてて、うん、じゃあその人が来たのが、上田さん、コラムニストになれますよってそれを見たいですよ。それを見せてくれ。俺は送るのは恥ずいから、別に見せてもいいですよって言ったんだけど、だから本人もあのこのインタビューした人もすげえ面白いコンビですねっていうことで、よく知られて、上田さんの、そう、あの仲いいんですよって、うん、そうそうそう、その存在知らなかったです、LINE の。もう一個聞きたいのは、毎日配信にこだわっていてね、コラムニストが、はい、毎日会って配信するぐらいのことが芸人やってたらやると非日常を見せるんだと、俺たちはっていうので、ただそれをやることでちょっと仲が悪くなっていったみたいな。おー俺たちの YouTube も4年ぐらいやってそんなこといっぱいあったじゃないですか。あったね。すごくあった、ね、いろんな親近感あるんですよね、2人って、はい、あなるほどね。まるまるカットしたのもたくさんありましたからね。そうそう、まるまるカット、うん、でも話すことがなくなるっていうので、うん、何を話せよこれっていう状態になったんで、平君は、うん、まとめ取りどうやって言ったら、船見さん、それは違うと、うん、何が違うんだと、僕は1週間まとめ取りなんて言ってない、うん、2日分取るとか言ってるだけですよ、それ何が違うんだ
おお、北上だと。船引き、それは何が違うんですか。いや、なんかやっぱり楽したいんちゃうかなっていう、楽とかじゃないね。ストイックだな。これがストイックじゃないですか。そうよ。別に今は2日とか乗ってるじゃないですか。2日とか乗って、いやでもまあ別にこれはこれで、はい、だからそのラジオトークの再生数によってそのギャラとかが変わるんで、毎日上げてもそれはそれでも分かる部分もある、うん、ですが、まあそう、まあ、ストイックってそういうふうにいろんなことがあるじゃないですか。やるわやる、ラジオトークを毎日やることだけが努力ではない。はいはい、嫌いなことにね、あの映画をクラウドファンディングで集めてやろうやろうとして、はいはい、ちょっと進んでなくてね、そのクラウドファンディングのお金がね、まあ、今どこ行ってるんだみたいな、はい、すごいですね、危ないです、ちゃんと地域の社さん的なね、ちょっとあの雰囲気もあるんですけども危ないです、あります、あと、ね、クラウドファンディングもそうだし、あとはラップでもラップの特技を生かしてね、番組、はい、に出るって口も出してたりとか、はい、確かに気だるってことも一理あるよ、ナミキ、ラジオトークのたまに休んでラップで、はい、ね、いやでも、うん、12分ですよ、1日いや、そういうことだよ。いや、12分で終わんないじゃん、準備あったりさ、移動したり、今も2人ずっと悩むでしょ。まあ、まあリモートなんで、リモートだからこそできるやんっていう、家でできるやん、そうか、寝る前ちょっとやるとかね、まあまあ、編集とかアップ作業は僕はするんで、いやまあそれはそうですけど、でも、まあ、毎日話す、これは良さだけじゃないと思うんですよ、悪さも出てくるっていう話は僕はちょっと思ったりするって話も、それはまだちょっと平行なの、2人は、まあ、まあラジオトーク自体は別にやればそれは楽しいんで、うんうん、まあいいですけど、まあ、まあ良さ悪さがやっぱりあるじゃないですか、ラジオ、どうしてるか、僕さんは毎日。いや、それで、はい、僕は、前に実はまとめ撮りしたいってこと言ったら、うん、あなたが、いや、俺別にニュース調べてくるけどな、意外とそうなんですね、エルカムさん。ってなって、毎日やりたいんだと思って、はい、ただ相方にニュース調べさせて、面白くなるか、ちょっと微妙だなと思って、ちょっと頑張って調べすぎちゃったね、俺がね。そう、ベルさんが言いたい。そう、それでちょっときつくなって、はい、前にまとめ撮りにさせてもらったみたいな。あ、なるほど。あと俺のカメラで撮ってるから、俺のネタを全部カメラのメモ帳に入れてるんだよね、携帯のメモ帳に。そう、見れないっていうことに気づいたの。はいはいはい、喋りながらね、喋りながら携帯に入れてるから、なるほど、そういうね、ちょっとね、すごいアナログな理由、バカな理由がね、まあ、それをメモでね、別に写すとか、そういう努力はすればいいだけなんだよ、ね、で、こういう彼を2人もずっとしてるわけです、してるわけだ、僕も iPad とかそっちにもネタ入れてるわけだから、別に僕でもいいですよ、こことここで今読んで調べてください。そういうのも別にできるわけですから、山本からね、そういう不満あるよね。そういう、まあ、まあそうです、なんか、まあまあ面倒くさいことは僕が割とやってるんで、まあ、まあ、俺も編集して3回作ってるんでね、だからこの時間に毎日1個取ろうぐらいはなんか飲んでほしいかなっていう、うん、いやいや、それだけのところじゃないよって話ですよ、うん、これは、うん、これはそこだけの話じゃない。木田頑張れって言ってるけど、木田はまとめとしたい派なんだよ。俺も一緒なの。今、上田さんっすよ。お前は前にそれからだったの。いや、まあまあ、そうですね。まあ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 、まあ、いろんな、まあ、あるじゃないですか。うん、お笑い芸人がどうなるのかっていう。はいはい、はい。まあ、いろんな正解があるから。そうそうそう。まあ、別にね、そって、まあまあ、そう、写真にはもちろんありますから。はいはい、で、まあね、許可聞いてくれる人もいますし。で、まあ、スタイルがありますよね。どうつかむなびきはこのラジオトークを毎日やるかどうかを話をしたいです。喧嘩を毎日撮るのかどうか、真剣10代喋り場だと思って今は、まあ、別に2日分撮ったりとか、まあまあ、そもそも別にしてるんで、はい、まあまあ別にそうつけてるんで、まあまあ、どうですか、目標ありますか、今コンビとして目標、うん、目標、毎月シネタライブやってるよね、始めたんですけど、はい、1月からおだからそれで、うん、当初はもうそれだけでバイト辞めないと思ってたんですよね。いや、それはもうちょっとめちゃめちゃ自分を課題、学付けを課題評価して上に置きすぎて、まあ、お客さん、熱狂的なお客さんといてライブでね、回れる芸人さんもいますから、単独ライブ毎日やれば、うん、500人は買ってくれると思ったんで、はい、500人買ってくれたらバイト辞めれるって計算で始めたんですけど、はいはい、まあ、まあ、大体前行っても100ぐらい、俺はそれは課題評価だと思う。やっぱり自分の課題評価してます。まあでも確かにその、まあでもそのライブで、はい、まあなんかね、普段はね、お笑いで食うってことにこだわってんだよね。お笑いで、あのお金を稼ぐってことに。あ、そうですね。お金はそうですね。好きですね。お金は。お金を、はい、うん、まあそうですね。お金を、まあ、まあ僕ももちろん稼ぐ。うん、その考えた上で、はい、じゃあその毎日12分喋ることのメリットとデメリット、はい、これを僕は話していた。
話していたんですよ。はいはい、まあまあそれラジオとかもちろんリールありますから、ね、たくさん。はい、まあまあ目標の話。いやいやいや、不安になられてます。もうね、目標をね、まあ、とにかく月日の単独とかラジオトークとか、はい、とにかくやれることやっていって、はい、それでもお金を稼いでいくぞと、客さん集めていこうと、うん、そうですね、そういうことですね。はい、じゃあ、そういう意味では、僕たちと同じかもしれません。俺は毎月新ネタライブやってるし、はい、あの単独ライブやってるし、はい、うん、前回なんかチェリー吉武さん来てもらってるし、前回なんか、ね、俺たちも世界一を目指していくから、次ですもん、チェリー吉武さん、特技で、ね、はい、ということでね、まあ、画像検定のこの話の論争みたいなのはね、もう毎日あるんで、皆さん検索してもらう毎日この続きから過去から全部来てますから、本当に不毛な話不毛な話、ね、不毛な話もあるし、キングオブコントだとテンション高い回とかもあるし、ああ、なるほど、ね、なるほど、ということでございます。はい、ということでね、今日は学付けのお二人、ありがとうございました。ありがとうございました。